二人の子供は幸せだったかもしれない。はい、ミッキー岡田です。今日はね、ある心のトラウマを持つバツイチ男性の婚活実例集をお伝えします。どんなトラウマかというと、自分の子供と思っていた可愛くて仕方のない長男が実は自分の子供じゃなかったっていう話なんだ。ちょっと驚くでしょ。ドラマや小説でしか聞かない話に思うかもしれないけれども、実際にはね、最近増えてるのよ。38歳のバツイチ男性が婚活を始めたいということでいろいろサポートしたんだけども、彼バツイチで前妻との間に子供が2人いるって言うんだよ。その当時の子供の年齢は10歳と8歳。3年前に離婚して今は奥さんが子供を育てていると言った。彼は養育費を2人分の8万円支払っているっていうんだな。彼が私のところに来て婚活しようと思った理由がね、今のままでは心が壊れそうっていうの。新しい出会いをして新しい家族を持ちたいっていうのよ。大の男がね、心が壊れそうってすんごい言葉やん。何があったのか、よかったら教えてくださいって聞いたら、毎日毎日子供のことを考えてしまって、今は元嫁の元で暮らしてるけども自分の選択は間違っているんじゃないか、自分ってすごくひどい人間なのじゃないかって悩んで悩んで自己嫌悪になってしまっているっていうのよ。もうね、本当に落ち込んでるのがひしひしと伝わってきた。彼はこう続けるんだな。元嫁とは友達との飲み会で知り合ってすぐに仲良くなって、付き合って半年ぐらいで彼女が妊娠したんです。責任感の強い彼だから、じゃあ結婚しようってことでプロポーズして、両親にきちんと経緯を伝えて結婚式を挙げて結婚した。すごく仲のいいカップルだったんだな。新婚生活も順調だった。そして無事に男の子が誕生。彼は幸せに過ごして2年後に長女もできた。仕事も順調で夫婦仲も円満。どこから見ても幸せな家族やんか。順風満帆よ。ある日、長男が自転車に乗っている時に転んで頭を電柱にぶつけて額を5針縫う大怪我をしたそうだ。病院に駆けつけた彼は息子の血液型が妻から聞いていた血液型じゃないことに気づいた。彼は A 型、妻は O 型、息子は B 型やったそうや。ありえない、ありえない。青天の霹靂、今まで考えたこともなかった。そう、長男は彼の実の子供ではなかったんや。血液型の違いを妻に問いただすと、そんなわけはない。病院の間違いかもしれないって言うそうや。私かあなたの血液型が違うかも。確かにその可能性はある。病院の間違いとか言い出したら完全な判定なんてどこまで行ってもできないよな。でも彼の中では昔から違和感はあったんやって。妹の顔は私と似てるんだけども、長男は顔も性格も全く自分と似てないんです。でも長男のことは可愛い、心の底から愛しているのは間違いないんですけれど、その一件があってから妻に対して不信感しか持てなくなったそうや。そらそうやわな。家庭内はギクシャクよ。血液型は絶対に誰かのが間違ってるって言うし、もしかしたら病院が子供を取り違えたのかもしれないとか言うらしいわ。私は DNA 鑑定したいって言ったんですけど、そんなわけないんだからする必要はないっていうことで大喧嘩にもなりました。結局私は勝手に長男の寝ている時に綿棒で口の中から組織取って、妻に内緒で長男との DNA 鑑定をしたんです。結果、私と長男の生物学上の親子である可能性は 0% っていう報告でした。これは辛い。元嫁に鑑定結果を見せて問い詰めると、そんなわけないの一点張り。彼の気持ちは長男のことは無条件で可愛い、もちろん長女も可愛い。でもその時を境に妻への愛は皆無や憎しみしかなくなった。そこで離婚をするべきか、子供のためにこのまま家族でいるべきか悩みました。離婚をして長男を妻、長女を私が引き取ることも考えたけれども、仲の良い兄弟を引き離すことだけはできなかった。結局私は離婚を選んで可愛い二人と離れることを選んだんです。長男も長女も私を本当の父親と思っていて、離婚を選んだ自分の判断が正しかったのか間違っていたのか、あのまま私だけが納得して我慢していたら二人の子供は幸せだったかもしれない。こんな感じで3年過ぎたんやけれども、この悩みがずっと続いてるらしいわ。ってこういうトラウマのある男性やってん。責任感の強い人ほどこうなるんやな。これはね、誰もバシッと答えなんか出せないでしょ。自分の人生もあるし、子供の人生もあるやん。
どう処理していいかわからないです。こんな気持ちは女性ってこういう時は大抵認めない。どこまで行っても認めてくれたらなんかこっちの処理の仕方もあるんだけれども、難しいなこれはな。でね、彼は今でも何をしていてもいつでもどこでも子供の顔がちらつくっていうのよ。眠れなくて職場でも涙が突然に出てくるっていうの。それはきっと新しい恋愛や婚活しても忘れられるものではないよと言ってね、とにかく一度カウンセリングしてもらおうということで、大阪のね、私の信頼する心理カウンセラーのもとに行ってもらいました。そこで2時間のカウンセリングを受けて、内容は僕知らないけども、本人は少し気が楽になったっていうことで、続けて心理カウンセリングを受けたいって言いました。だからさ、一旦は信頼する心理カウンセラーさんに任せることにしました。まずは心を楽にすることが大切だと思ってな、それから婚活しようねって判断した。3ヶ月するとな、彼の表情は見違えるように柔和になっていきましたよ。2時間の心理カウンセリングを週1回3ヶ月ぐらい通ってな、ちなみに1時間1万円ぐらい費用かかるから20万円ぐらい総額で払ってるな。そして最初に私のところに相談に来た3ヶ月後からね、彼自身にトラウマがなくなったということで改めて婚活を始めました。バツイチで養育費を毎月8万円支払っているところが若干敬遠されたけども、それ以外は申し分のない彼なので、すんなりと活動できたな。一度バツイチ子持ちの女性といい感じになってんけども、その女性とは最終的にうまくいかず、結局は初婚の随分と若い年下女性と結婚しました。パチ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 。いや嬉しい。ここでね、彼に聞いたのよ。カウンセリングしてどこが変わったの？心理カウンセラーさんとどういうことしたの？彼はまず自分を見つめ直したんだって。子どもの頃からの経験を。そこにはお父さんと自分との関係があって、そこをすっごく大きなものと思っていたことが分かった。とかなんとかかんとか言ってた。自分が思う父親像と子供にとっての良い父親像は決して同じじゃないだろうから、子供にとって良い父親になるためにはこれからどれだけ良いことをしてあげられるかが大事だからさ、そこには最善を尽くすしかない。一緒に生活できないのは申し訳ないけれど、妻との関係が戻らない以上離婚は仕方のないことなのだと決心できましたってはっきりと語ってくれました。心にトラウマのある人はよくいます。本人たちは本当に悩まれてる。その他にも実は悩んでいる原因にも気づいてない人っていうのも多いな。ここってな、結婚相談所のカウンセラーの大事な見極めポイントやね。自分が婚活カウンセラーとして力になれるのか、他の協力が必要なのか、この人は通常の婚活カウンセリングで改善するものなのか、それとも専門的な治療が必要なのかっていうことが大事じゃねえ。まずな、眠れないっていうのがあったら要注意。眠れない時にたまに睡眠薬を飲む程度だったら問題ないけども、抗精神薬とかを常時服用している場合は婚活カウンセリングでは難しい。うつ状態やったり精神疾患がある場合は必ず心療内科や精神科に行ってもらう。そこの見極めがとても大事で、婚活カウンセラーはきちんとその点を明確にしてないといけないんだな。気をつけないといけないのは、簡単な心理セラピー講座を受けただけのなんちゃってカウンセラーも多くおるからな。そこはほんと難しいけど注意しなあかんねん。まあな、全てのトラウマが心理カウンセリングで解決するとは言わないけども、いろいろな選択肢を持っておくことも婚活カウンセラーとしての能力やと思うわ。優秀な婚活カウンセラーっていうのがいるのと同様で、優秀な心理カウンセラーっていうのもやっぱりおるからな。そういう専門家のネットワークも必要やねんな。今回僕がやったことは、いい専門家を紹介すること、これぐらいやったわ。その後の彼はな、ほんとすんなりと素敵な女性と出会って素敵な結婚をしました。僕もある程度の心理カウンセリングができるんだけども、深い部分はより専門的な心理カウンセラーに協力してもらうようにしている。結婚相談所のカウンセラーさんもいろいろいますけども、そういう方面のネットワークを持っている相談所なら心強いな。というわけで今回は婚活実例集の中から自分の子供と思っていた可愛くて仕方のない長男が実は自分の子供じゃなかったという話をお伝えしました。今回の動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。今後も一生懸命動画を配信していきます。あなたの婚活を応援するミッキー岡田でした。じゃあね、バイバーイ。